今日はお話聞かせていただきます、はい、よろしくお願いします。高橋先生は、はい、コーチングの講座はこうどのぐらいこう期間でいうと長く受けていただいたのかしら。はい、まあ、約2年間ぐらい、うん、長い、うん、はい、月1で、うん、セミナーとか、うん、あと単発のセミナー、うん、それから、コーチの先生がやってる、うん、ちょっと短い短期のコースみたいなのも、うん、はい、受けたりして、はい、勉強しました。そのコーチングのスキルを受ける前、その2年前っていうのはどんな状態だったんですか？まずそのコーチングを受ける前には、うん、自分自身を振り返るっていうことがあんまりなかったですね。うん、コーチングを最初やった時に、うん、自分のことを表現するのにすごく苦労したことを今思い出します。ネガフとか結構ね、はい、あるもんね、はいはい、そうですか、はい、そう、2年間受けた後自分としてはこういうとこすごい成長したな、変わったな、どんな変化があったんですか？もうすごくたくさんの変化があって、うん、やはり例えばその2年前に人から何か相談されたり、うん、その例えばレッスン の, 生徒さんのお母様から相談された時もついついこっちの意見を言ってしまうことが多かったんですけれども、まずは話を聞いて、素晴らしいですね、受け入れるっていうことで、ね、それを知りました。うんうん、それからその例えばお母様がうちの子こういう感じなんですっておっしゃったことも、犯罪の考え方からするとこういうふうにも取れますよっていう提案もできるようになったり、あとちょっと消化不良で辞めてしまった生徒さんでもしっかりと卒業させてあげられるように方向で持っていくことができたことが私はとても大きな成長できたと思っております。ありがとうございます、受けていただいて、はい、今度ね、聞く、承認、質問の、3つセットのセミナーをするんですけど、このセミナーどんな人に受けておすすめしますかね？もうコーチングは本当に素晴らしい私スキルだと思っているので、全ての人におすすめしたいんですが、やはりレッスンをされている先生とか、あと、子育て中のお母様とか、そういう方には特に聞いていただけると、それからのコミュニケーションがすごく楽になる、コミュニケーションが楽にね、はい、と思います。本当にありがとうございました。はい、また何かあったらよろしくお願いします。はい、